はい皆さんこんにちは。今回はですね、ちょうどダヴィンチリゾルブのお話をしたいと思います。内容としてはですね、音に関してですね。 ということで皆さんいつもご視聴いただき本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではですね、普段はカメラですね、写真や動画とのことを楽しんでおりますので、一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録をお願いしたいと思っております。そしてですね、あの、本日の内容に移る前なんですけど、あいまいまいにですね、何かこう私が買って便利だな、良かったなと思ったものを一つずつ紹介を、ちょっとですね、それが切れるまでしていきたいなと思ってるんですね。で、本日はその一つ目ということでなんですが、こちらはですね、そのドリキンさんの動画を見ていてとってもいいなと思って購入してみたものを ありますで、まあ、あの、内容としては簡単に言うと、私にそういうライティングのセンスとかそういうのは全くなくですね、じゃあ、どういうふうにしたらおしゃれになるかとかっていうのは分かってないんですけど、まずその機能的にですね、面白そうだなと思ったのが理由でして、で、それの製品がですね、こちらになりますね、ウランジさん、皆さん大好きなこのウランジさんの、おいしょ、こちらですね、製品名がですね、VL110。 RGB アイスライトという製品になっています。でまあ、こちらをですねサクッと開けてですね開封してですねこうなんか面白いものがあるかというとそんなこともなくこう説明書とケーブルと本体だけなので、まあ、今回はです、ね、開封動画ではなくです。で、機能としてもサクッとだけ紹介しますね。ライトなので、まあ、当然なんですけど、電源を入れるとこのように。 で、それをこう RGB ですね。こういう風に変化させながら、まあ、こうライティングしてくれるという製品になってまして、機能だとかっていうのは、その他のですね、その RGB ライトと大きな違いはありません。で、充電ポートの方なんですけど、こちらですね、USB Type-C がついておりまして、まあ、特徴として、このようにちょっと上下に特殊なですね、感じの機構がついてるんですね。この上下。で、これがどういう風な働きをするかというと、こう、ポッと外してですね、で、私、こう2本。 購入しましたので、こちらをですね、こういう風に、よいしょ、カチャッとはめ込めるんですよ。そうすると、こう、2本ですね、連結できる。で、これが何本とこう続いていっても、まあ、その範囲、もちろんですね、スペースだとか使い方によって変わってくると思うんですけど、それが許す限り連結することができます。 ただその連結することによってこう連動するわけじゃないので色をですね切り替えたりとかする際っていうのはそのですね設定に合ったものが必要になるかと思いますねで USB Type-C でその充電できるってところもいいんですけどこちらですね連結する際もただ連結できるわけじゃなくてですねロック機構がついてるんですよなのでこのロック機構をですね解除しないと こういう風に外せない、まあ。ある程度ですね、こう安定して安心して使えるという構造になっています。で、もう一ついいなと思ったのが、この側面の部分にですね、マグネットが内蔵されているので、まあ、例えばこの椅子のですね、 あテーブルか、テーブルのですね、この鉄と金属の部分にこうペタッとくっつけることもできるわけなんですよ。これでですね、ちょっとライティングっていうのをこだわれるのかなっていうふうに思いました。まあ、どれだけ使うかちょっと私もまだ未知数なんですけど、先日のブラックフライデーのセールの時に安かったっていう時に購入していたのを忘れて結構時間が経って届いたので本日お話ししたって形になりますね。 はい。そしてですね、あの、本題に移ろうと思います。こちらなんですけど、そのダヴィンチリゾルブ先日18.1にアップデートされて、新しく目立つ機能として2つ登場しましたね。ボイスアイソレーションとダイアルグレベラーという機能なんですけど、これですね、実はなんですけど、私も使っていて気になっていたことなんですが、使い方をちょっと間違えるとですね、すごく耳障りなノイズが入るんですよ。 プツップツップツ,ップツッみたいな感じで、それが断続的にですね、入ってしまって、それのですね、本日はこの、そこにフォーカスしたお話をしたいと思うんですね。で、まず3つですね、えっと、ざっと分けまして、どういう状況でそういうノイズが出るのかっていう、 動画ですね。っていうところと、それの対策1と対策2とですね、2つですね、用意しましたので、まあこれ使っていって、ダイヤログレーベラーとボイスアイソレーションを便利に使っていきたいってい場合、この2点気をつけて工夫されるとですね、安心して使える。もちろん私の把握している範囲の外のですね、もっとこう詳しい方たちのお話っていうのもあると思うんですけど、これだけ注意しておくだけでもだいぶですね、その事故ですね、使えない動画になっちゃう確率っていうのは減ると思うので、ぜひ見てみてください。 はいそうしましたらですね以前私が編集していた動画を使ってですねノイズのですねその発生する環境っていうのを作って、まあ、対処法という形でこの3段階でこれとこれがですねノイズの入っている音でこれが対策1をした音でこれが対策2をしたところのそれぞれのカットになっておりますでまずはなんですけどそのノイズの入り方というのをですね 動画に流させて、まあ、間に入れさせていただきますので、ぜひ一度聞いてみてください。まあこれあのちょっといろいろと重複してしまうんですけど、まあその勉強をしたときに、したいときにいろんな情報ってのは今こう方々に転がってます。 はいまあ、このようにです、ね、合間合間にプツップツッとですね、耳障りなノイズってのが入っていると思いますで。これがボイスアイソレーションおよびダイアログレベラーっていうのを使っていないときはです、ね、この音って発生しないんですよ。音が大きかったら大きいなり、小さかったら小さいなりなんですが、その2つを使うことによってどちらが起因しているのかっていうところまで本日は考えていないんですが、どうやったら回避できるかっていうお話をしていきたいと思います。ね。でまあ、発生する理由っていうのがここですね。やはりこういういうに、 オーバーレベルになってしまった音声っていうのがですねノイズとして発生しているただですねこれを調整してもですね時々発生していたりとかするので、まあ、何かしらですねそのソフトウェアで処理をするときにそういうノイズとなってしまっているのでであろうということで、まあ、この最初はこのダイアログレベラーとボイスアイソレーションをオンにして音量が大きいためにノイズが出るという環境を再現してみましたで先ほどのようにノイズがなっていますで対処法の1つ目 というところでなんですが、まあ、これがですね、ボリュームの調整を適正にするというところですね。これは現在、あくまでプラス5をしてしまっている状態。こちらのです、ね、メインのボリュームを5に上げているので、まあ、そのようになってしまいます。ただ、その環境でですね、こういうふうに適正な音量にする。まあ、これがプラス5になったとしても、この数字がですね、5に変化するだけなんですよ、大体。ただ、それを0にして、これが適正な音であって、で、音量ですね、ここの。 ベースの音量がマイナス5ぐらいにです、ね、なると音量としては適正だというふうに言われているのでその辺に調整した音っていうので聞いてみてもですねこれですとこう流してこのあとですね動画を差し込ませていただきますけどその対策をすることによってノイズは消えますまあこれあのちょっといろいろと重複してしまうんですけどまあその勉強をした時にしたい時にいろんな情報っていうのは今こう方々に転がってますで環境としてですねこの A2 というところに 3つ目のです、ね、対処方法を入れてるんですがその2の対処法っていうところはボリュームを適正化にするというところですねはいで3つ目になりますこちらの対処法っていうのはですね同じ環境をまず作っちゃいますねでこれがえっ、ー、とオーディオ1がプラス5になってるのでこちらも同じようにプラス5にします で音量っていうのがこちらでプラス11.11 11になっていてノイズが発生するっていう環境がこの極端に上がってしまった時にブツブツと入るよっていうのが分かりました。でこちらの方がですね同じように11.11 11になりまして環境としては同じでベースの音量っていうのも変わらずなのでこの状態でどういう風にしたらそのノイズが入らないかなっていうのをちょっとテストしてみたんですね。 はい、えっと、その状態でですね、こちら、対処法の3つ目なんですけど、リミッターをかけてしまうということなんですよ。で、これ、リミッターをかけるだけでもですね、そのノイズっていうのは入りにくく、もしくは完全に入らなく、私の環境内にはなっているのですね、今、こういうふうにいろいろ試した感じでは。で、それをやっていただけるといいんですが、やり方なんですが、 はいということでですねこちらフェアライトのページになっておりますであの1つ注意点なんですけどまずこちらですねベースの音量が5上がってしまってるっていうことでダイナミクスのですね音量とかっていうのがこのリミッターをかけていくんですがマイナス15になってしまっておりますでもマイナス15っていうのもプラス5されてしまっているので普段はマイナス10ぐらいでいいのかなと思いますね で、その注意事項ですね、前提にですね、こちらフェアライトのページになってるんですけど、このようにですね、ボイスアイソレーションとダイアログレーベラを有効にして、このダイナミクスというですね、項目、こちらをですね、このオーディオ2、A2 という項目のところの部分のダイナミクスをダブルクリックします。そうするとですね、このようにダイナミクスオーディオ2という項目が表示されまして、普段はこのリミッターというところがオフになっているんです。ですが、今回の対処法としましては、このリミッターのところですね、こうオンにしていただきまして、 ここのこちらですね音楽音をですね何度も聞いていただいて適正な数値ってのはあると思うので今回はマイナス10ぐらいという前提になるんですがこう上下していただいて私が今回試した感じでは切りのいいところでこの15ぐらいでちょうど良さそうだったということでこのようにしておりますね。でこの対処をしたですね音声っていうのですねこの後流しますので聞いてみてください。これあのちょっといろいろと重複してしまうんですけどまあその勉強をした時にしたい時にいろんな情報っいうのは今こう方々に転がってます。 はい、えっと、このようにですね、今回こちらの動画を作った理由っていうのは、このボイスアイソレーションとダイアログレベラーというですね、便利な機能が2つ入りました。でもそれを使っていて、なんかこう、ダヴィンチを使われてるであろうっていう方たちの動画にですね、ノイズが乗ってしまうっていう事象が散見されたので、まあこうすると、 ななななくなるんじゃないのかなって私が、まあ、簡単にテストしてこの2つは明らかに効果があったなっていうのをお伝えさせていただきましたそれの1つ目がボリュームを適正化にすると適正化するですね調整していただくというところですでもう1つがなんですけどこういうふうにオーバーな状態これ環境によると思うんですよね喋ってる声に対して周囲から入ってきた音だけが大きくて自分の声はそのまま残しておきたいとかそういうパターンとかっていうのもあると思うんですよ環境音が大きかったとかですねその逆もあって環境音はこれなんだけど自分の声の方が大きすぎて環境音を残せないとか そういうい場合はなんですけど、こちらのリミッターの方がいいいののかなと思いますねで。リミッターの方はこちらフェアライトのページにいただきましてダイナミックスをダブルクリックするとこの項目が開きますでリミッターをかけて、まあ、このマイナスの数値っていうのは今プラス5してしまってる状態なのでマイナス15になってますがマイナス10ぐらいにしておくとまあ大体のところで マイナス5付近の音に収まりやすいであろうというところで設定してみたところノイズっていうのは消えたのでまあ試してみていただければなと思います。まあ何かこちらの情報が役に立つと幸いでございます。ということで元の画面に戻ります。 はい。ということで、こちらの動画の方いかがでしたでしょうかあの、冒頭ですね、ご紹介させていただいたライトってちょっと奥につけてみたんですけど、あんまりですね、目立たないところにこうつけてみたので、最初はですね、まあ、こんな感じなのかなぐらいの感じで、また徐々にですね、ちょっといいところないかなって探していってみたいと思います。で、このダイアログレベラー、 ボイスアイソレーションってこう組み合わせて使うこと多いと思うんですけど、その際にですね、あの、私の感覚的に、ボイスアイソレーションの方は、本当0から5ぐらいで通常してだったら十分かなと思うんですね。もっと周りの環境音とが消したい時でも20ぐらいまで上げるとですね、だいぶ、こう不要な音ってカットされて、とても聞きやすい音になってくるかと思います。で、過剰にかけすぎてしまうと、今度はどんどん不自然になっていくので、その辺ですね、あの、お好みとかもあると思うんですけど、あんまり高くしなくてもいいよって感じの収録の環境を整えた方がいいかなって私は思いました。 そこそこのマイクをつけるだけでもそんなにですね不快な音っていうのはです、ね、収録しにくくなるでその中でも収録してしまった不要な音をカットするぐらいのイメージの方がですねボイスアイソレーションの方は正しいのかなと思いましたでこのダイアログレベラーがですね結構私としては使い方が難しい感じでして、まあ、あのまずはなんですけどその波形がこう表示されるんですよどういうふうにノイズカットされてますどういうふうに音上がってます下がってますっていうのがっていうのが、まあ、効果的に見にくいっていうところとで、えっと、4つですねモード変えられるんです それがです、ね、それぞれに効果は違えど聴いている感じでどういう風に変わったのかっていうのがすごく分かりにくかったりもするんですね。まあ、大きくです、ね、普通の音を 適正な音に保ってくれる、この大体こんぐらいの音ですよっていうのに均一化してくれる機能っていうところと、囁いているような小さい声たちを上げてくれる機能と二つあるのは分かったんですけど、それ以外ですね、ちょっと明確にどういう風に違うのかなって分からないので、ここをですね、試していただいて、まあ私としては、あの、どんどんですね、音をまず大きめにしてみて、どういう音が好みなのかな、どういう風に均一化したいかなっていうところで決めていけばいいかと思います。私は今使い方としては、一番上の項目のゲインのレベルですね、プラス6まで上げて、で、メインのボ ボリ今回ですねちょっとその試験的に皆さんにこうどういう悪いノイズが入るよってお伝えしたかったのでわざとですねそういう風にノイズが入るという 音量にしている原因も元からですね、ちょっと高めに上げていたりとかするので、その辺はですね、今回数字上は参考にされないでください。ぜひですね、こう、使いやすい、聞きやすい音っていうのをですね、皆さん探してみていただければいいかなと思います。これとってもですね、使いこなすと音も良くなるし、処理もですね、プラグインとか外のプラグインを入れなくていいっていうところで、お金もかからなければ手間もかからないっていうところで悪いことはないと思うんですね。まあ、こんな感じでですね、ちょっと役に立つかなって思った情報をですね、皆さんにお伝えできればと思って、今回の動画っていうのを作成してみました。ということでですね、こちらの チャンネルですね。普段はカメラですね、写真や動画と、他オールドレンズやアクションカメラとロントを楽しんでおります。一緒に楽しんでいっていただける方は、ぜひチャンネルの高登録と、私の励みになりますので、グッドボタンですね、いただければと思います。またですね、あのコメント。 コメント等でこう仲良くコミュニケーションいただけますと嬉しく思いますので、ぜひコメントいただければと思います。うん、こうちょっと時間かかってしまうかもしれないんですけど、今のところですね、こういただいた皆様にちゃんと返信するようにしておりますので、すぐ連絡は来ないかもしれないんですけど、コメントしてなんかちょっと気長に待っていていただければいいなと思いますね。で、このダヴィンチのですね、使い方っていうのを、あの、私事で、まあ、あの、恐縮なんですが、足のやけどっていうのはですね、 痛みはですね、だいぶ良くなって、その可能していたところを除去したっていうところで、傷としてはですね、だいぶ良くなってると思うんですけど、そのまま可能をして炎症を起こしていた、 後の症状なのか、今、むくみとですね、ちょっと、ちょっとした痺れと、まあ、あとはその傷自体やっぱ当たればまだ痛いってところで、外出っていうのは少しできなさそうなんですね。というのがありまして、じゃあその座学的に役立つことっていうのをですね、皆さんにお伝えしていければいいなと思ってますね。で、収録してる当日は、まあ、空もですね、天気も状態悪く、雨っぽい曇りみたいな感じで、屋上も使えずだったので、まあ、じゃあそれを機会に、まあ、こういう風に室内ですね。 狭くて汚い部屋なんですけど、ここで普段収録していて、その状態でも皆さんに何か役に立つ情報とお伝えできればいいなということで、その第1弾みたいな感じで、このダヴィンチリゾルブのですね、ボイスアイソレーション、ダイアログレベラーというところの情報を一つお伝えさせていただきました。もしかしたらですね、使い方間違ってるかもしれないです。もっといい使い方もあるよとかっていうのもあるかもしれないんですが、私はこういうふうに日々運用して、365日毎日投稿しておりますので、まあ何かの参考にはなるかなと思いますので、お伝えさせていただきました。 ということでですね、本日の動画はこちらで終了したいと思います。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。バイバーイ。